仏教では夫婦になる縁はどのように考えられているのでしょうか。どうしてこんな人と結婚しちゃったんだろうと悲しくなります。子供ができ簡単に離婚することができず苦しいです。仏様は私を成長するためにこんな人と出会わせたのでしょうか。それとも前生で悪いことをしたからでしょうか。仏教の輪廻転生史観ですね、それによると、根性の苦しみは過去世の善行や悪行、根性の幸福行は過去世の善行ないし悪行、これにもたらされるという考え方です。で、まあ、人と人の関係においては順縁と逆縁というのがあって、まあいて、心地よい幸福な場合が順縁、その間がこう対立的になる場合は逆縁というね。仏教的な視点でいうと、まあ、そんなふうなことができるということです。しかし、まあ、その苦しみというのは、まあ、同時に悟りや下脱、これに役に立つという考え方があって、まあ要するに例えて言うならば、皆さんがまあ幻影を真実だと錯覚していた場合、一つ夢を見ていたようなもので、夢から目覚めるときにはその夢が心地よいと一生ずっと覚めないでほしいと思ってしまう。一方その夢が苦しみであれば、それから目覚めた後に、夢でよかったというふうになる。まあ、要するに目覚めっていうのは、精神的覚醒っていうのは、それがなさらなければ苦であるという状態の時の方が得られやすいってことですね。まあ、ブッダも苦しみがあった正法に対する信、これは生じるのだというふうに言っています。そして全ての苦しみの裏側に、それと同じだけの喜びがあるという苦楽表裏という考え方があるわけです。大乗仏教の6つの観世という修行によると、我々は3つの苦しみに耐えること、これが悟り解脱に役立つとされています。1つ目は経済的な困苦、2つ目は人間関係、誹謗中傷の苦しみ、そして3つ目、これは常識とそれからダルマの真理ですね、ブッダの教えのギャップ、まあ、要するに、まあ、真理を体得することの難しさと言ったらいいでしょうか。こういった苦しみに耐えることが悟り解脱を助けるのだということです。ブッダは基本的に一切皆苦という思想、これを説いたところがあります。これはブッダの思想だけではなくて、まあ、ヨーガ全般の思想ですが、まあ、この世は苦であるという考え方ですね。これはこの世をですね、楽しみのない否定的なものだというふうに捉えているというよりも、苦しみ、これを喜びとすることができるというふうに考えるものの至る境地なんじゃないかなと思うわけです。つまり、まあ普通の人はこの世界が苦であるというふうに考えない、まあ、そう考えたくないと。しかし苦しみの裏側に喜びがあるということを悟った人間にとっては、この世界は苦であるというふうに受け止めやすいということですね。まあ、こうしたところを考えてもらって、今の人間関係の苦しみが自分を損なうものではなくて、自分を修行者としてはなしはこう人間として鍛えるものであると、高めていく側面があるんだということを、まあ考えてもらったらいいんじゃないでしょうか。苦しみっていうのは自分の価値を損なうものだと、そういうふうに錯覚する場合があるんですが、苦しみによって逆に自分の価値が高まっていくんだという考え方ですね。